高校野球春季大阪大会、第大大一大阪桐蔭、6日、準々決勝、大阪シティ新近スタジアム。大一大阪が大阪桐蔭に逆転勝ちし、11年以来13年ぶりの春季大会準決勝に進出した。春夏秋を通じて大阪大会の同一大会で履正者、大阪桐蔭の2校に勝ったのは9年夏の PL 学園以来15年ぶりの快挙だ。 6回に1点を先制され、迎えた9回、大阪桐蔭、平島啓智、海一投手、3年を相手に虫一塁からプロ注目の今坂浩ともき内野手、3年が右前田をマーク。一塁走者が二塁を蹴って三塁へ向かい、右翼手の徳丸海星外野手、3年の三塁への送球が大きくそれ、そのまま同点のホームを踏んだ。 なお、無視三塁から平島の冒頭でボールが捕手の後ろを転がる間に、三塁走者の今坂が本塁へヘッドスライディングして勝ち越した。その裏の攻撃をしのぎ、逃げ切った。4回戦では履正社を下し、準々決勝では大阪桐蔭と強豪を連覇した。4打数2安打で勝利に貢献した今坂は、履正社に勝ったのがたまたまと言われたくなかった。大阪に強って言われてる二校を倒せて、 素直にめちゃくちゃ嬉しいですと話しつつ自分たちが目指してるのは大阪1位ではない日本一目指してやってるんでここも通過点だと思ってるし履正社大阪桐蔭に勝ったことで満足してる人は一人もいないと思いますと堂々と言い切った先発した左腕の大院大高前川龍人投手3年 は120キロ台の直球とスローカーブを駆使して緩急を使った投球を見せ、9回7安打1失点の完投勝利を挙げ。